皆さんこんにちは、及川奈緒です。はい、今回のなおチャンネル、またまたおなじみですね、エブリデイとってき屋東京本店さんにお邪魔しております。さあ今回なんですが、ルールとしまして、10円キャッチャーで10種類ゲットするまで帰れません。はい、ちっちゃい お菓子とかね、いろいろね、ゲットできるところがここね、とってき屋さん1階のスペースにありますので、ここでですね遊びたいと思いますよ。ちょっと頑張りましょう。10種類ね、ちょっととりあえずここでやって何個も取れても、それは 1個ということで、カウントはね1個ですね。ということで頑張りたいと思います。行ってみましょう。じゃあまず最初はこちらですね、ラムネ、はい、ゲットしたいと思いますよ。あっち側のがいいんじゃない。あっち側、ほら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 、もう落っこちそうだもん、これデカビタが、あ、違う、ミニビタがデカビタじゃない、ミニビタって言うんだ、かわいい。そう、ちゃんとすくって落っことさないとね、タイミングですよね。あ、ちょっと間違えたかな、タイミングは合ったかな、これポイするタイミングね、これがいなくなってからやった方がいいんじゃない、こうじゃない、こうじゃない、ほらほら、いやー、やった、2個、ほら2個ゲット、やったー、ミニビタ2個ゲット幸先いいですねオッケー、じゃあこれでまず1種類ゲットです。あと9個ね。はい、ここはどうでしょう、なんかこのクマちゃん、ちょっと落っこちそうな気配ありますよね。一回やってみましょうか。いいよ、すんなりこのまま、あー、救えなかったよ。そういうことがあるのか、救えなかったね。救うのも一苦労か。もう一回行こう、救うタイミング、おー、いけた、おー、クマ2個ゲット。さあ、これ落っことすタイミングね、次にしよう。よし、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、あー、ゲット、すごいすごいすごい、20円使って2種類ゲット、すごいすごい、だから3種類ですよね、これ今ね、すごい、なんか今日全部黄色ですねほら、全部黄色ね、いいね、なんか落っこちそうですねあー、すごい落っこちそう。さあ、これはね、全部消しゴムということなんで、何個落ちても1個ということです。さあ、取れるか、すくうぞ、あ、いけたいけた、1個だけだ、1個だけいけた、あーあー、せーので、よいしょ、あー、いけるか、うわー、落ちないか、落ちないか、うわ、落ちないのか、もう1回やってみよう。あ、いけた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 、あ、2個いけたね、これでいけんじゃない、落とすタイミングさえ間違えなければ、今だ、あ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 、落ちた、あ、やった、よかった、はい、あ、ワニ、ワニとライオン、あ、ライオン、かわいい、あ、ライオン、あ、あ、私が粘土で作ったみたいなライオンだね、私が粘土で作ったライオンと似てるかも。4種類目です。はい、4種類目ゲットです。あと6個、これはやった麺とこのなんかチョコは両方ゲットできればいいか。よし、やってみよう。あ、もうちょっとしたら来るな、チョコの波が来る、チョコの波、チョコの波を待つチョコの波が来た、もう来た、この辺だ、この辺のチョコの波ですよ、この辺。お、あ、ダメだ、やった麺しかやった麺しかゲットできなかったけど、いけ、あ、ダメじゃんダメじゃんダメじゃん、もう一回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 、ね、チョコがいっぱいあるとこ、あ、今だ今だ今だ、ほらほら、チョコいっぱいあるでしょ、この辺この辺この辺、いいじゃん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 、ほら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 、はい、やった麺、やった麺ゲットだけど、チョコが、チョコがダメだ、あれ、あれ2個出てきたやった麺、やった麺、やった麺ゲット5種類目、ちょっとチョコもゲットしたら6なのにな、意外とダメか、チョコ、もう一回やってみようかな、うん、チョコね、チョコの波を、はい、うまく使って、ほらほらほら、これで落ちる落ちる落ちる、あ、落ちた、よかったよかった、はいはい、6種類目ゲット
あと4種類、よしよし、いいぞいいぞ。ではでは、こちらのお菓子、すみっこ暮らしのお菓子ですね。はい、やってみましょう。そうね、これはもうどこ狙っても一緒かな。救えるかな。あー、1個だけだ。1個か、意外と難しいのかな。あ、落としたタイミング難しかったな、違ったな。このね、三角がね、滑るんだな。あー、ダメだ、救えない。うわ、難しいな。うわ、難しい。これ意外と難しいぞ。もう一回、ちゃんと救えるかどうかなんだよね。あ、2個救えた、2個救えたけど、落とすタイミング、あっちなのか、あっちの奥のがいいかな。そうします。こうして落ちるぐらい。あ、落ちないか。そうか、あ、もう一回やる。よし、次いきますね。これの次、せーの、来い。お、お、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん、2個落ちたね。やった。はい、グミキャンディゲットしました。7個ゲット、7種類ゲット、あと3つ。及川奈緒さんが喋ってる。野菜取ろうとしてる。すごい、これ最初来た時のやつだ。人参ね。いや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 、下手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 。まだね、まだ下手な時ですよ。あ、今もうすごいでしょ、すごいでしょ。もう見ちゃいますね。さあ、あと3種類ですよ。さあ、じゃあちょっと今度こそこのグミはね、ゲットしたいと思いますよ。これは救うのはまあ割と簡単なのかしら。タイミングだよな。いきます。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あー、2つか。奥にどうかな。あー、難しい。こういうことか、滑っちゃうね、滑っちゃうのね。手前に置くことそうかな、じゃあ。うわー、取れた。これでよいしょ、よし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 。あー、どうだ。これでもう一回、これで押してくれれば。うわ、ダメなのか。救うタイミングですね、あとは。ググググググ、取っちゃう取っちゃう。おー、すごい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 ぞ。ここに来ていきなりこんなに大量に救えたけど。あ、あ、落ちた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 よね。あ、こんなに救って1個だった。あ、オッケーオッケー、8種類目グミゲット。オッケー、じゃあこれやりましょう。よし、これすぐでしょ。これノーミスでいきましょう。せーの、いいじゃん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 。あ、いいじゃん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 。お、いいじゃん。もうほら、落ちるんじゃない。もういけ。あ、でも滑る。え、嘘でしょ。嘘。もう一回もう一回、今度こそ。もう私の声があっちからも聞こえる。よし、今度こそ落ちろ。絶妙に。もう一回いきます。もう次で決めよう。よし、どうしよう。奥、いや手前だよな。ほらほらほら。え、ねえ、そんな無理しなくていいよ。落ちた方が楽になれるよ。え、落ちました？あ、1個だけ落ちてた。本当だ、気づかなかった。コーラボール、あら、いつの間に落ちてた。よかった、1個ゲットです。
さあということで9種類ゲットして、あとラス1ですね。あともう1種類です。どれやろうかな。最後これちょっと難しそうなの見つけちゃいましたけど、ディズニーのねキャラクターですよね。2個救えた。スティッチとプーさんかな。あでも全然、あちょっと進んだかな。どこで救うかがポイントだな。おーいいじゃんいいじゃんいいじゃん、ね、すごいんだけど、すごいこんなに、え落っこったんだけど、ねえ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 、ね、ゲットした。あすごいすごいゲットしちゃった。待って待って、ちょっと落とすやってないんだけど、まだ、あー落ちた。ベールベールゲットです。はい、見事10円キャッチャーで10種類ゲットできました。嬉しい。10種類で計15個ですね。はい、商品ゲットできましたよ。ちょっとなかなか楽しめますね、10円玉でね。このなんかスタンプとかも可愛いし、何せちょっとまあライオンゲットできたのは良かったかなと思いますね。はい、ありがとうございました。楽しかったです。では今回の動画いいなと思ってくださった方、グッドボタンお願いします。グッドボタンお願いしますそして引き続きチャンネル登録よろしくお願いしますね。ではまたお会いしましょう。いかなおでした。さよなら。